クボタンとは、在米日本人で空手家のクボタ高行が考案した、五神用具である。また、クボタンを使う、五神術の術技体系のことクボタン五神術と呼ぶ。材質は強化プラスチック製で、全長 14cm、直径 1.6cm の棒。キーリングが付いていて、キーホルダーとして使え、紹介写真のように鍵束の蛍光用具を装って、 クボタン本体を腰のベルトに脇差しのように束さんで携帯する。表面には鍵の束しか出ないので周囲に気づかれずに持ち運べ軽くて短い棒状のため不意に防寒等に襲われた際にも迅速かつ円滑に脇から取り出して反撃できる。鍵の部分で相手に加えた打撃の威力が倍化することに着目して公案、開発された極めて簡素で 合理的な護身用具である。もともとは、琉球空手で使われた、柔という隠し武器に由来する。開発当初は、ペンテクニックと呼ばれていたが、後に考案者の名前の、クボタと、バトンを組み合わせて、クボタンと呼ばれるようになった。形状は単純だが、習熟すれば、打ち、突き払い、締め等、護身に、有効な技を繰り出すことができる。また、 非常に簡単に使用法を習得できることと、秘匿形態性に引いてていることが最大の特徴である。ロサンゼルス死刑が1977年に女性警官を対象に採用したのを行使として、以後アメリカの一部の警察組織や FBI などで逮捕術の一環としてクボタンを採用している。日本では、所持や形態に規制はないが、アメリカでは、 警察官が使っているなどの理由で武器とみなされるため、空港や法廷などには持ち込むことが禁止されている。なお、クボタンとは公安車のクボタ高之の登録商標であり、純正品にはクボタンの刻印が打たれている。他のメーカーも類似品を発売しているが、こちらはクボタンの名称が使えないため、柔らや柔らスティック、柔道スティック、 国宝スティックなどの名称を使っている。しかし、インターネットで検索を行うと純正品ではないものが、クボタンの名称で通信販売されている例が多く見られる。それら非正規品の一例を挙げればなど、多くのバリエーションが違法に製造され、流通しているのが現状である。これらは、いわゆる伸縮式警棒の総称として、本来は、ノーベル工業の登録商標の 特殊警棒が使われているのと同様の現象である。ありがとうございます。